どうもこんにちは。今回はですね、久しぶりにソロキャンプの時の装備、これをねご紹介していきたいなと思います。多分ね、装備の紹介をしたのって1年前ぐらいだと思うんで、久しぶりにですね、今回は紹介をしてみたいなと思います。とりあえずこれが軽バンですけれども、全体はねこんな感じで、まあ大してね物は積んでないです。でその中でもね、いろいろと見ていこうと思うんですけれども、まずねこれがクーラーボックス代わりの冷蔵庫、車中泊もするのでもう冷蔵庫はね積みっぱなしになってます。冷蔵もできるし冷凍もできるという冷蔵庫なので、まあ一人で行く分にはこれぐらいで十分かなと思います。ただね、家族用で考えるとそこまでね容量がないので、まあ、これプラスクーラーボックスという感じになるのかなと思います。こちらはですね、キャプテンスタックの焚き火台です。ヘキサタイプのやつが一つと、あとね四角いタイプの焚き火台、前にレビューしてご紹介したやつなんですけれども、それとあとね火起こし器、その3つが入ってます。なのでこれは1個だけじゃなくて、この中に3つのものが入っているという感じになってます。でこちらですね、これが1、2、3、この3つがネイチャーハイクのソロ用のテント、そしてこれがですねエアマットですね、だいぶコンパクトなエアマットです。でそれとですね、折りたたみのテーブル、まあ、小さいのが1個入ってます。でこれがね、焚き火台の下に敷くスパッタシート、火の粉がね下に落ちる心配もないですし、後片付けもねこれをそのままさーっと流してしまえばいいので楽です。でネイチャーハイクの寝袋、これは薄手のタイプですね、河川の薄手のタイプのものです。でこれがね、以前いただいた薪割り台です。いい感じでしょう。これちゃんとねこういう風に持ち手もついてますんで、まあ持ち運びもね簡単になってます。でね、これがね折りたたみテーブルなんですが、これはね車中泊の時に車内で使うように作りました。まあ外でも使えるものではありますんで、ソロキャンプをするときはねこれを外で使うようにしようかなと思ってます。最近野外で料理をするときはね基本的にこの上でやってるので、まあまあソロでも問題なく使えるはずです。それと、これがねスケーターのスキレット、まあ、これのいいところとしてはこういうふうに持ち手がついてて、なおかつ取り外せるということと、この蓋の部分が、そのままフライパンになってしまうという感じなので、これはね本当重宝してます。そしてこれがね水入れなんですけども、なんていうところのやつだろう。これはね、車中泊の旅でスナフキンさんからいただいたやつなんですが、750ぐらい入るのかな。これはですね、調理用の水とかを持って行った時に使えるんですけれども、そのままですね、茹でた後の残り汁とか、スープの食べ残しとか、その辺もねこの中に入れて持って帰れるので、こういうのはね結構重宝してます。さあそれとこれがね、セリアで買った箱ですけども、この中には箸とかスプーン、フォーク、この辺が入ってます。でこれが調味料ですね、クロセのスパイスだったり、オリーブオイルだったり、塩コショウだったり、パセリだったりとか、その辺が入ってます。それとスケータースキレットの持ち手、あとねシェラカップのカバー、持ち手のカバーですね、ウィンドスクリーンとかもここに入ってます。このねコストコの弾丸ケースの中身なんですが、ガスだったりシングルバーナー、これもシングルバーナーですね。で、これからの時期にねビールとか飲むときにぬるくなってほしくないので、サーモスのプレーホルダー、これも入ってます。この一式は絶対持ってかないとまずいやつです。で、こっち側ですけれども、ちっちゃい方には、まずペグでしょ、とあとガスの予備とか、燃焼剤とかですね、燃焼剤とかが入ってます。でこちらがですね、見てわかる通りハンマーです。こんな感じのハンマーです。このハンマーのね持ち手の部分は改造して、レザー化してます。なのでグリップ力も上がりますし、ここにね一応紐というかあれもついてますんで、こうすっぽ抜けることもないというような感じにしてます。これはねすごく安かったけど叩きやすいです。でこちらがですね、前も紹介したポータブル電源が一応備え付けてあります。一応これがあることによってですね、キャンプから車中泊に切り替えたりとかってこともできますんで、あるとねすごく便利です。でこちらが、デイツのランタンの80、結構ね大きいんですけど、まあ、その分明るいのでこれもね重宝してます。ただねこれちっちゃいのが何個かあるっていうのもかっこいいんですよね。こちらですね、これが
食器がこの中に入ってます。でね、ちょっとこの辺が乱雑ですけども、洗い物用品だったりアルミホイル、あとはねアルミ鍋とか、あとね何かあった時のためにテープも入れてます。でこの横もねちょっと乱雑なんで何とかしたいんですけども、鍋だったりフライパンだったり、フライ返し、あとはバトニングする時のバトニング棒ですね、パッドウッド、まな板、あとナイフ、これがねチタンポットです。チタンポットもここに入ってます。この辺はね吊り下げ式にしてるんですけども、ちょっと安定感という面で不安があるので、この辺はねなんとか改良していつかどっかで棚を作ったりとかっていうのもちょっと考えてます。でどうしてもこういう風にですね、物が増えていって袋だったりとかいろんなものが分かれていきます。分かれていってバラバラになっていくので、バラバラになっていく分ですね、忘れ物も多くなってきます。できればこの辺に大きい箱を用意して、その箱の中に全部入れてしまうという風にしとけば、家に帰った時にその箱をね家の中に持っていけばもう片付けは完了になるの で行く時にその箱をまた車に乗せるという風にしとけばですね、忘れ物も少なくなるんじゃないかなと思います。なのでね、近々その箱も考えてます。で、後部座席なんですけれども、後部座席にはねガスの予備だったり椅子、折りたたみの椅子なんですが、これはいわゆる1000円以下とかで売ってるようなレジャー椅子です。でレジャー椅子もですね1本ぐらいであればここの下の隙間に入ってしまうので、こういう風にですね、いつ外に行ってもいいような感じでずっと備え付けてあります。まあ、椅子に関してはですね、ちょっとかっこいい椅子が欲しいなと思ったりもしているので、まあ、これはねもうちょっと考える必要があるかなと思います。まあ、こんな感じでですね、装備が多いというわけではないんですけれども、まあ、これだけあればソロキャンプができるぞというようなものが入ってます。まあ、これプラスね、場合に応じて薪とかも必要にはなってくるんですが、持っていくのもいいですし、キャンプ場で買ってもいいなと思います。持っていくときはですね、キャプテンスタックのバッグの中に入れているので、まあ、それもね一つにまとまった状態で持っていってます。まあ、あとはねタープぐらいなんですけれども、まあ、タープ関係もねタープとポールぐらいしか荷物は増えないので、まあ、こんな感じで荷物がそこまで多くなるということはないんじゃないかなと思います。で、この装備を見てもらうと分かる通り結構ねスカスカです。車の中スカスカなんで、おそらくね、前に乗ってたラパンとかその辺でもね、これぐらいの荷物であれば全然余裕で積めると思います。ということで今回はソロキャンプ用の装備のご紹介でした。それでは